現在、メジャーで投手の故障が相次いでおり、選手会のトニー・クラーク専務理事は6日、日本時間7日、昨期導入されたピッチクロックが影響している可能性を指摘する声明を出した。写真、ピッチクロック、対応早すぎて、審判に注意される大谷、この日、20年にサイ・ヤング賞に輝いたガーディアンズのエース右腕、シェーン・ビーバー、28。 とヤンキースの救援右腕ホナタン・ドアイ氏が29がトミー・ジョン手術を受けると発表された。また、昨季両リーグ最多20勝を挙げたブレイブスの右腕スペンサー・ストライダー25も右ひじ体帯の損傷が判明し、手術が懸念されている。CBS スポーツによると21年以降の防御率トップ10、先発40以上、の内ドジャース・大谷翔平投手。 29を含む8人が現在負傷者リスト入り、もしくはリハビリ中だという。これを受け、クラーク専務理事は、選手が全会一致で反対し、健康と安全に関する重大な懸念があったにもかかわらず、コミッショナーは昨年12月、ここ数十年で最も重要なルール改正からわずか1シーズンでピッチクロックの時間を短縮した。それ以来、 回復時間の減少による健康への影響に対する懸念は強まるばかりである。この重大な変化の影響を認めようともせず、研究しようともしないリーグの姿勢は、試合そのものとその最も貴重な財産である選手たちにとって、かつてない脅威である、との声明を出して MLB を非難し、ピッチクロックが故障増加につながっている可能性を指摘した。 ピッチクロックは試合時間短縮のため、昨シーズンから導入された。昨季は走者なしで15秒、走者ありで20秒だったが、今季から走者ありの場面は18秒に短縮された。